話そうフランス語1分レッスン、フランス語講師のやすこです。今日も楽しくフランス語を勉強しましょう。さて本日はですね、みんなと集まっていて、じゃあそろそろ行こうかとか、じゃあ行こうぜといった時に使う一言を覚えましょうか。そうですね、これはどちらかというと英語で言う Let's go の表現です。こちらをフランス語で言うと On y va、オニバ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 という表現です。これをね、また文法的に調べると非常に結構小難しいんですけれども、もうこれはもうイコールレッツゴー、行こう、ゴーゴーという時に使うオニバです。なんか日本語だとね、鬼みたいな感じでちょっと変なんですけれども、それとちょっと違います。オニバ。実は3個の単語があって、オンとイとバ、この3つからなってるんですけれども、これがくっついてオニバ、オンイバではなくオニバという表現になるところがちょっとしたポイントです。友達と一緒に集まっていて、よし行こうか、そういう時に使います。オニバ、あれオニバ、こういう時に使ってください。ではさあ、行こうの表現でした。オニバ、アビエント、オバ。